今月8月は選手、監督、OB の皆さんが未来へ残すをテーマにプロ野球中継70年分のワンシーンを放送でお伝えしていきます。今日はジャイアンツの長野久義が選ぶワンシーンです。僕はやっぱり松井さんが50号打ったホームランですかね。時の五十嵐さんとのあれはすごくなんか印象に残ってますね。もう五十嵐さんとにかくまっすぐストレートを投げて、でファールフライを確かね打ち上げたと思うんですけど、それも多分相当高かったので見づらく取れなかったのかなと思いましたし、おーっと取れない。その後にしっかりと50本目を、ね、左中間に打たれるあたりがやっぱりスーパースターだなと思って、という長野久義が挙げた70年分のワンシーンですが、まさに21年前のあのシーンですが、五十嵐さんがマウンドに立っていました。いや嬉しいですね、はい、この一瞬僕松井さんと対戦したらこの一球一球全部覚えてるんですけども、覚えてますか。対戦していてなんか特別な感情が生まれるとか、どうにかっていうことってあまり楽しくワクワクっていうのはないんですけれども、はい、このね対戦だけは非常に楽しませてもらったというかね、 あの思い出に残っています。改めて投球内容も含めてですが振り返っていただけませんか。いやでも僕は三振かホームランかどっちかがいいと思って投げていたんですね。アメリカに松井さんが行ってしまうっていうのはなんとなく分かっていたので、はい、僕自身も対戦するのは最後だろうっていう中で対戦した結果、まあホームランだったんで僕も正直納得してました。そうだったんですね、はい、でまたこれが全球ストレート勝負でいったという、はい、まあね、松井さんはね僕どこかに多分憧れがあったと思います。あ、そうですか、はい、なのでここで勝負させてくださいみたいな、ね、そんな感じで投げたんですけど、これもね良かったですね。最後の最後50号打たれたわけですが、はい、打たれました。悔いはないですか。どうですか。ないですよ。嬉しかったって言ったらあれですけどもね、はい、まあ、こういった対戦ってなかなかシーズン通しててやる機会っていうのがないので、はい、まあ、僕の思い出にも、ね、強く残っていますね。あ、そうですか。長野が選ぶその70年分のワンシーンということですが、あのホームラン打たれた後というのはどうだったんですか。いや、ホームラン打たれた後ですね、松井さんがですね、はい、後ろ声かけてくれたんですよ。あ、そうだったんですか。僕びっくりして、でもその対戦した後で僕がベンチに戻るところだったので、はい、そこを後ろ松井さんが通った時に、五十嵐君勝負してくれてありがとうっていうね、あ、そのタイミングでですか。声をかけてもらって、まあ、これはね僕も、まあ、勝負させて僕も嬉しかったんですけども、はい、声かけられた時に松井さんアメリカ行っても頑張ってくださいみたいなね。あ、これですか。お、これですこの時今のところですか。今見ました。この時松井さんがね、五十嵐君ありがとうってこれ言ってくれるんですよ。あ、五十嵐君ありがとう。僕も本当は振り返りたかったんですけども、やっぱりね試合中だったんでちょっと僕頭ちょっと下げてるじゃないですか。はい、ありがとうございますっていうような、これ嬉しいですね。そうだったんですか。ありがとうございます。あまりあそこまでのシーンは見たことがなかったんですが、これが僕あんまり話していないので、あ、でもね当時のなんだろう、対戦してマウンドから下がる時のあの嬉しさっていうのを蘇ってきますね。あ、そうですか。本当ちょうどあの辺で声かけられて覚えてるんですよ。まさに五十嵐さんご自身にとってもそんな歴史に残るワンシーンだったというところでしょうか、はい。